ENTP に対しての二等兵がやりたかった、うん、コミュニケーションのヒントを授けよう、うん、そんなお前たちに、羨ましいお前たちに、うん、ごめんなさい、はい、誰もがアイデアを批評したり、うん、議論したりすることに違和感を覚えないとは限らないことを念頭に置いておきましょうと、うんうん、他の人はこれらの話し合いを自分の意見への拒絶と解釈することもある。あ、うん、考えや意見を話し合う時はぶっきらぼうで相手から距離を置いた個人的なことを持ち込まないような態度は取らない、うんうん、もう二度兵がずっと言ってるやつですね、うん、批判してるのかそれは、ね、まあだからよく ある気はします。ここの対立ですね。ここの対立は、はい、まあ、他でもある感じはする。あ、うん、要は仕事の仕事とか打ち合わせとかでも、うんうん、アイデアの話とかブレスト、うんうんうん、このみんなで話し合いましょうの時に、うんうん、空気が悪くなる。空気はなんかそれってみたいなことを、あ、来た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 ぞ、つい言ってしまう、はいはい、で別に批判してるわけじゃなくて、はいはいはい、別の考え方をただポッと持ってきてるだけで、はい、うん、だってそういう場ですもんね。そういう場で可能性を広げたいわけじゃないですか。そうですよ、分かってますよ。だからそれはこれもそれってさみたいなのは言いたくなる。分かってますけど、うんうん、批判ですかそれは。でなることはあるなって、はい、うん、なのでそういう時は、うん、相手から距離を置いた個人的なことを持ち込まないような態度は取らない。なのでなんか親密に言ってるんだよっていう雰囲気が大事っていうことですよね。出さなきゃいけないってことですよね。そう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 、批判し決して批判してるわけじゃないよ、はい、みたいな。なんでそこに論理的な雰囲気を出してしまうと、うんうん、ああ分かった気がする、はい、こっちは批判だと捉えられるんですね、うん、だからよくあの二等兵がやる前置きがいるってことですよね、はい、きっと。そうです、 そこです。何か一言言う前にこう前置き言い訳しといて、はい、決してあなたを批判してる否定してるわけじゃなくてみたいな、うん、分かるよって。分かるよだからさっきね僕気持ちよかったのは、うん、気持ちでは二等兵側なんです、うん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 、って言われると、うん、あ、仲間なんじゃん。それは結構あります。仲間なんじゃん、うん、から来ると、うん、でもね、うん、もう、うん、ああ仲間だもんねって、これは僕の意見を建設的にしてくれようとしてくれるんだね、うんうん、っていう気持ちになれるんですよ。はいはいはい、ありがたいんですよ。それがあるといいって話ですよ。そう、それがないと、うん、なんかチク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 いつも言ってるけどさはいはい、あ、出た出た、うん、出た出た、はいはい、逆張りって逆張りで僕は感じちゃう人もいるっていう、うんうんうん、で個人の置かれた状況を、うん、論理的で普遍的な視点から分析せずに理解しようと努めてみる、うんうん、自分の抽象的、うん、概念的な面と、うん、その場にいる人の欲求や置かれた状況に配慮する面とのバランスを取る、うん、なるほど、うん、意識はしてる気はしますけどね。なるほど、はい、できてない時もあるって話そうで僕はこうやって書かれると、はい、うん、体調側に立っちゃうんですけど、はいはい、日本ってそれでも動かない部分があるじゃないですか。それでも、あ、はいはい、なんかもう固まってる、うん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 、でも壊すのにこれって時間がかかるからもうしょうがないじゃんっていう空気が流れてるじゃないですか。でもこれって壊さなきゃダメだよね、うん、誰かが本、まあ、本当があるかどうかもまたはいはい、はい、誰の本当かが問題になるんですけど、うんうん、このバランス取ってる場合じゃないよねもあるんですよね。バランスが大事だよねの面もあるけど、うん、もうバランスとか言ってられないじゃんの面もあるじゃん、うん、もう、まあ、壊しがちだからって話ですよね。で、まあ、バランス今はこの人に対する注意ですね、うん、はい、確かに。で、まあ、なんか常にバランスを取ってる人たちは、はい、多分バランス取ってる場合じゃない、ね、場合じゃないよねっていうことがヒントになるっていうことですね、うんうんうん、で、物事の詳細、うん、短期的影響、うん、今起きている現実に目を向け進んで話し合ってみる、うん、実用的で今その場で得られる結果に興味がある人もいる、うん、自分の考えに十分な事実を含め人が計画の段階に参加できるようにする。あとは相手を認めていることを示し、うん、肯定的なフィードバックや
励ましを与える、うん、そうすることが論理や目的にかなっていないと思っても、うん、多くの人が効果的評価を受けられ、うん、支援や肯定的なフィードバックや奨励がもらえる環境で働きたいと願っていることに気づくだろう、うん、そうなんですよ、うん、それは理解してるつもりです本当ですか？あのカーネギーとか読んでるんでカーネギー読んでちゃんと実践してますかできてないこともあるって話ですよ。なんか、うん、話しかけたり話しかけたりとか、わーすごいじゃんとかって、そのリアクションは苦手ですわーすごいじゃんは苦手。褒めるのは得意ではない。あ、まあ褒めるのはいいんじゃないのみたいな褒めるのは、あ、そっか、うん、それはね、うん、その褒め方はね、うん、65点の褒め方です、はい、あ、いいんじゃないのは、うん、平均点は取れたねな感じじゃないですか、うんうん、でも80点ぐらい欲しいじゃないですか。わかります。でそこが苦手なんですよ。でオーバーリアクション、人は80点取りたいんですよはい、職場で、うんうん熱が低いです。熱が低い、はい、で相手を批評する自分の傾向を抑え、うん、修正を求めるフィードバックをするときには、うん、相手がどのように感じているのか確認してみる、うん、相手が感情的なタイプである場合は特に修正を求めるフィードバックと肯定的なフィードバックのバランスを取りましょう、うん、おっしゃる通りですこの、はい、ドナ・ダニングさん、はい、おっしゃる通り、おっしゃる通り、もう分かる、はい、やってくださいねちゃんと、うん、今の状況を保存し変化がよりゆっくりしたペースで進み、きちんと計画されて少しずつ変化していくことに、うん、居心地の良さを感じている人もいるよと。ああ相手の意見に耳を傾け、うん、うまく動いていることやこのまま残すべきものを見極めてみる、うん、やっぱりよっぽどこの人たちは、うん、行きたい人たちなんですね、うん、変化が見たい、変化が見たい、変化が見たい、その辺の感覚ってあります？まあ仕事に関して言えばありますよ。ああ、うん、でうまくいってないと、うん、もう新大陸に行きたくなる感じですか？あ、それはあります。あ、何がいけないんだろうみたいな、はい、だからこうマーケティングとかいっぱい勉強したみたいな、でそれを、うん、で今持ってるものを、うん、改善していこうよりも、うん、違う島、違う島、あ、違う島、分かります。だと今だともう、うん、飽きてきてることもある。飽きて、なんかコワーキングスペース、なんかもっとバーンといかないかなみたいな、いいネタないかなみたいなのはこう多分ずっと考えてるみたいな。なるほど、うん、で素早く変化していくアイデアや意見は、うん、物事に決着をつけ行動に移そうとしている人にとっては障害となる、うん、一緒に仕事をするときには物事を決めようとする姿勢を示し、うん、一貫した言動をとってみる。そうですね、一緒にこうやってバーって走ってる途中で、うんうん、でもこれってさだからやりそうですね。やりそうで、しかももともと言ったことが自分のことだったりするんで、自分がこれがいいんじゃないのって、で一緒に走ってるわけですよね。言い出した時にもかかわらず途中で、あ、でもやっぱりこれってさって、あれですよねだったりする、こっちじゃないのって、 それはよくある。でもまあこれはお互い様ですよね、うん、まあお互い様、あ、うんうんうん、お互い様ですよねこれは、うん、で批判してるのではなく、亀井さん、うんうん、意見をもんで、うん、要は遊びたいっていうか、うん、まあ、うんうんうん、わかります。特にブレストとかってそうですもんね、うんうんうん、それを遊んでこうやって消化させるのがブレストだろうって。そう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 。でもまあ僕はそれを分かっててもね、うんうん、イラッとするんだろうな、うん、多分僕はこう反対意見で来られてもそんなにイラッとしないからっていうのはあると思うんですよね、はい、まあそうなんでしょうね、うん、でもそうなりたいならそうなればいいじゃんですよね、うん、憧れる性質が並びますねって思ってるなら、うんうん、じゃあ君もその態度取れよって話ですよね、うんうん、でそれを取りに行くのがユングの言う中年の危機です、うん、はい、うん、人は足りなかったものを取りに行く、うん、まあ苦しいに決まってますよね、はいはい、苦手だった、自分が苦手なものをやるわけですから、うん、恒久的に成立する意見じゃないといけないと感じていますと、うん、時間制限のある会は
たとえ有効であったとしてもどうにも受け入れがたいです、うん、恒久的に成立する意見じゃいけないと感じているので、うん、時間制限でじゃあこれって回が出ると、うんうん、揉んでないじゃん、うんうんうん、っていうのが今度はこの人たちにとってはストレスだっていうことですね。それで本当に大丈夫みたいなっていうところなんでしょうね、うんうん、なのでこの人たちに対して、うん、してはいけないこと、うん、逆に、うん、ENTP の人たちには、うん、してはいけないよ、うん、っていうことなのかな、うん、職場で、うん、気持ちや、うん、個人的なことを伝えることに意識を向けること、あ、よくなんか僕がやるやつですかね、うん、どう思いますそれ、あ、個人的な個人的な、うん、やっぱそうか、論理的な人だからそれは、うんうん、要はなんか、どうぞ。なんかそのよくあるじゃないですか、ツイッターでイラッとするみたいな、はい、言ったりするじゃないですか、はい、で多分そういうのだと思う、えって思うあ、イラッとするんだみたいなはいはい、はい、っていうのはある。そう、僕は、うん、今ツイッターはもうあまり見ないんですけど、うん、あのいろんな人が喧嘩するじゃないですか、はい、わーって、うん、特に選挙が近くなると、はいはい、いろんな意見がガーって出てくるじゃないですか、はいはいはい、イライラしてしょうがないんですよね、うん、で多分そういうイライラとかがあんまりないですよね、はい、なるほど。その意見もあるしその意見もあるけど、まあ、答えは出せないんですけどね、はい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 、本当の心理が分かってないから。そうですね、はい、であとこの人たちに定期的に好意的評価や確認をもらうことを過度に求めてはいけない、うん、あ、要は体調ストレー65点ですって、はい、僕は言いましたがうん、うん、あまりすごいですね、うん、すごいじゃんって、あの ENFP とかが、うん、すごい、 ENFJ とかがやるようなとか、あの求めることじゃないですか、うん、そうそう、うん、すごいって言ってほしい、言ってほしいみたいな、はい、うん、ああいう人たちみたいにやってくださいそうそうっていうのは無理だって、ね、それを定期的に、はい、まあ、多分自分で意識してやらなきゃいけない分だけど、はいはい、人に言われるとめんどくせえなみたいな、ですよね、はいはい、あと人に具体的な指示を与えたり、うん、細かなところまで指導したりすることを期待すること、うん、まあ、体調は良きに計らいですもんね、良きに計らいですよ、好きにやってください、自分で考えてやれよって、はい、みたいなところはある。あとは単純作業についての話し合うための時間を取るですとか、うん、何かをする具体的な手順や詳細を伝える、いや僕が、うん、僕のやり方はダメだって話ですね、これこれこういうことで、うん、こういうことです、これをやってください、うん、みたいなのは、うん、手順まで決めるなよみたいな、うん、あ、それはあるかもしれないですね、はい、うん、好きにやらせろよっていうのがあるっていうことですね、うんうん、であとは人や仕事を組織立てる方法を話し合ってる場に辛抱強く参加することを期待すること、うん、あと最後、うん、彼らが質問し、うん、批評し、うん、議論したことを個人的に受け取ることあ、だから批判してるみたいな、そう、僕はどうしても個人的に受け止めてしまうんですけど、うんうん、それは今度は逆に ENTP の人たちに対してしてはいけないこと、うんうん、そうじゃないよって話ですもんね、そう、そんな別に個人攻撃してるわけじゃないから、はい、あなたのこと言ってるわけじゃないからみたいな、そう、一般論をバーンと言ってるだけの話でっていう、はい、だから個人的に受け止めていけないし、うんうんうん、この人たちに対してのアドバイスとしては、うん、感情的な人たちに対しては、うん、フィードバックの時には気をつけましょうね、うん、前置きを先に味方だけどってうん、うん、っていうのが多分重要、はい、必要、そうですね、そうしないとまあ個人的に受け止められる可能性がある、いらん圧力を生むってことですね、うん、あと人を褒めるにしても同じ言い方をするのはそれって一回あげたからもうよくないもう僕一回認めたからさって、うんうん、それさっきも言ったじゃんみたいなのはありますよねさっきというか、まあ、もう前に言ったから、うん、もう僕のこと分かってるよね、うんうん、ありますよね、でも違うんですよS の人は、うん、その時の事実を、うんうん、その時を事実として受け止めるので、うんうん、その時の雰囲気があるじゃないですか、はい、
その時の雰囲気が S の人の正解なんですよ、うんうん、なのであこれが正解なんだ、うん、じゃあもう気分悪そうだから、うん、あ僕のことがダメなんだに、うん、なるんだろうなっていうのは、うんうん、今 S 同盟で今、うん、真っ当なこと言ってる気がしてますけどね、うんうん、